てと、ボルドーは送り出したし、僕は僕でやるべきことは山のようにある。宿のこと、リヒトクライスのこと、一つ一つ片付けていこう。こんな時に買ったばかりのシューズの紐が突然切れるなんて、まさかこれはゴルドーの身に何か不吉なことが起きる前触れなのか。こんな日になんて不吉なんだ。友人として注意喚起の連絡くらいは入れておくべきか。まあいつが電話なんかに出るわけがないんだけどね。そもそも携帯持って歩いているのか、あいつは。くそ、このままでは不安でどうしようもない。誰かを代理で助けに行かせたいが、あいつは表向きアムネジアから離反したに、示しがつかない講師の混同は組織としてするべきではないな。となると、やはり僕がこっそりと見届けに行くしかないということか。アムネジアの幹部である僕が名を挙げたい荒くれ者たちが多数集う夜のもとへ、護衛もつけず一人で出ていかないといけないなんて、飢えたピラニアの群れに肉片を落とすようなものじゃないか。なんて恐ろしい。近接戦闘、肉体労働はなるべくしたくないんだけどな。まあたまにはこいつを使っておくのも必要なことかな。やれやれ、こうなったら強敵に合わないことを祈るのみだ。痛い目に遭わず無事に帰ってこれるといいんだけどね。俺の力見せてやる。ファーストクローンディバイド。今よし、まずあれオフにあれ、まずあれ跳ね返す。まだだ、跳ね返す。まずまだだ、止め、オフレーテ見せる。まずあれよっと、あれオフレーテ、ニュージェンジイフレット行く。まだだ、食らいついて、あれ行く。危ねえぞ。インテリジェンスの価値観を普通にしねえのか。やった、セカンドクローンリバイド。キッコリ行く。甘いよ、行く。今まだだし、イフレット、あぶねえ、手に入られた。まだだ、行く。消えちゃって今まだだ、まだだ、行く。あらよっと、まず手に入られた。前はブレーキ、行く。まだだ、エラクダン。すまないよ、こいつに防具があるって。ケイネス、危ない危ない。こうした紙一重の接戦を経験すると、ロジカルだけでなくフィジカルも重要な要素だと思わされるよ。メガリオンの壊すのはやめてくれよ。ファーストクローズディバイド。今だ、今だ、そのリフレット、なかなかやる。今だ、切り裂け。今だ、つらがれ。なかなか悪くて怖い。行く、行く、まだ倒れるわけには。跳ね返す、跳ね返す。今だ、つらがれ。行く、行く、行く。予想よりはやるみたい。ケイネス、だが動きは読めた。セカンドクローズディバイド。ヒーロー、締めが甘い。
存分に味わう。行くわ、諦めない。行くわ、しっかり前爪が跳ね返す。仲間やら、仲間やら、今こそ跳ね返す。跳ね返す。今リフレクト。行く、爪が前、行くよ、よく気付くのだ。今リフレクト。爪が前と気付くのだ。すまないね、こいつに動きが悪かった。ケイネ、わかっただろ、勝敗を決するのはストレングスでもアジリティでもないってことだ。知性というか品性というかだね。まったく、インバースってのは乱暴者が多いだけにこうなるよね。いけないな、あまりの品のなさに我を失うところだ。ああ、何、人を見るなりプルプルしてやがんだ、気色悪い。いや失礼、個人的な事情で若干メンタルコンディションが悪くなる。君はそう、カーマイン・プライム君だったか。以前挨拶したのはいつ頃だったろう。随分と昔の話に思えるが。ケッ、そういうてめえはアムネジアの地匠ケイアスって言ったっけか。どうした今夜は、部下も仲間も連れずにお一人でお散歩か。優雅なこったな。いいのか、知らねえぞ、その綺麗なお顔がどうなってもよ。覚えていてくれているとは光栄だね。君の脳にも人を認識記憶できるくらいの容量はあるのだと思えてホッとするよ。そうやってスヤに振る舞ってはいても意外に繊細なのかな。ヒルダも君を気に入っていた、優秀な人材っぽいじゃない。だってさ、もっとも僕はそうは思わないんだけどね。彼女の趣味もわからないというか、単に暴れる人間が大好きなんだろうな。け暴れるか、そこの悪さってことなら、てめえらだって随分なんじゃねえの。俺なんかより全然派手に暴れてやがるよな。まあ、そこが気に入らねえんだ。そいつを棚に上げて俺みてえなクズの否定ってのもな。僕たちの所詮はならず者の寄せ集め、そこは否定できないところ。だが事の本質は、彼らは手足で僕は頭脳。そこは単に役割分担ってことさ。君に不足している歌詞はそこに他ならない。だろう。この言うてんやろ、よくわかんねえけどムカつくぜ。教えてやるよ。いくらお頭がおよろしかろうと、覆せねえもんがあるってな。そうだね、断りが力で覆らないことも教えて差し上げるよ。あと、その敬語の使い方は変だよ。うるせえよ、知るかんなもん。後でゆっくり聞いてやる。てめえが地面に這いつくばってからだ。やれやれ、見つからないように歩いてもこれだからね。だから肉体労働、この夜の元を歩くっていうのは苦手なんだ。ファーストクローズディバイド。それから1、耐えられる。
リフレクト。やべえ、行くリフレクト。もう一度今行く、今行く、リフレクト。10倍返して行く、暗がれ。今行く、逃がせ。行く、やべえ、危なすぎ、行く、危なすぎ、行く、待て、くらえ、アイラスが M1 今死ぬ前に逃がさない逃がさない逃がさない、もう俺が予想よりはやるみたい。ケイン、知ったできるみてえだな。セカンドクローズリバイド、行くって、くらえ、逃がさない、今やっとくれたな。リフレクトだ、10倍返して、いや、切り裂け、行く、やれ、行く、いや、クリッチ、今、逆存分に味わうという、行く、ブレックダンス、すまないね、こいつに動きが悪くて、ケイン、パーフェクト。メガネのインテリ頭脳派に戦略で負けたなんて考えてないだろうね。君の考えが浅すぎる。敗因はそれだけなんだからさ。君はどこまであがいてくれるのかな。ファーストクローズリバイド、切り裂け、いくいくいく、もう耐えられる、いく、甘いね、いく、跳ね返す、切り裂け、いく、切り裂け、いく、今、遅れ、立て直そう、フライト、今、行く、その方が行くんだ。予想意味はやるみたい。ケイン、見事だ。セカンドクローズリバイド、そこで行く、そうでない、甘い、行く、くらえ、耐えられ、行く、シャトルを押す、リフレクト、今、リフレクト、跳ね返す、甘いね、オフレ、行く、リフレクト、くらえ、耐えられ、くらえ、つくぜ、跳ね返す、キーワー、行く、ブレイクダウン、すまないね、こいつに動きが悪く、ケイン、分かっただろ、勝敗を決するのはストレングスでもアジリティでもないってことが。確認を開始。ファーストクローズリバイド、今だ、フラ、今だ、やれ、今、レジューム、エンスシェフシェフ、想定通り、実用、ダメ、実用、確率論、これいい、怖くない、ダメ、フラ、今、防げるか、行く、スムーズシェフシェフ、近づく、そこが中だな、今、危ない、両面スタート、残るせよ、正面、後ろ、ボフレ、一度、ボフレ、狙いつけて、予想意味はやるみたい。ケイン、
セカンドクローズリバイド跳ね返す行くよ危ない行くよシムレードこれ一緒に跳ね返すシャフシャフコマンもう耐えられるカバンの時代バンデージパジパジお兄ちゃん危ない食らえ行くカバンのお兄ちゃん続きキリッと危ないメンタルを超絶を行くカバンのクラブ危なすぎるカバンシムレ焼き尽くせブロックダウンすまないねこいつに防具が悪くケイノスやれやれ相手がインバースと分かれば即喧嘩とは本当に見境がないんだな。言いたくないが、これはまたインテリジェンスの欠片も見られないのが出てきたな。そもそもの確認だが、君は人間なのかい？日本語 OK？ 何を言うか小僧。この身人間のものであるし、この国の言語も介するわ。目上への礼儀も知らぬもやしめが。この道、雲の彼方まで慰ってくれようか。待ってくれ。人を外見で判断したくないし、年上に対する礼儀もわきまえているつもりだ。だがあなたの場合、その範疇を超えすぎている点を最初に考慮、および許容するべきじゃないか。ごちゃごちゃと細かいことを。言いたいことがあれば腕ずくで言い聞かせることだな。所詮戦いは力比べよ。貴様とてそのためにこの夜のもとに参じているのであろう。力比べだと。そこは訂正してほしいものだね、五郎太。古来より戦いとは純然たる知恵比べ。優れた戦略は戦力を凌駕するもの。それこそが戦いの美学であり本質。もっともあなたのような古い人間にはこう説明しても理解はしてもらえないだろうがね。僕が勝利し戦略こそが思考の戦力であるという現実を教えること、それこそがあなたへの最高のレクチャーというわけか。ん？言っていることはよくわからんが、何やら言葉の節々に気に入る単語が含まれていたな。小僧がわしに勝つと。そう聞こえたが、期待して構わぬのだな。構わない。あなたのような腕力一辺倒の筋肉バカを倒してこその美学だ。業を制すのは忠であり断り、的確な判断こそが勝敗を決するのさ。五郎隊には敬意を持って倒れていただきますという言葉で締めさせてもらおう。ファーストクローズリバイド。もういい。今だ。もういい。今のは今だ。跳ね返す。何の欲しいだ。クライム。インテリジェンスが勝ち系です。なかなかやりわる。セカンドクローズ
リバイド跳ね返す行くよこれがもういっカズノさんもういっ跳ね返す終わりもういっリフレクト今だチョコンヒーソケ今こんなん今こんなんだカズノさんヒーソケリフレクトもう今じゃ行くよヒーソケオフやれ行くよもういっ立て直そう跳ね返す逃がそう今フレークダウンいい勝負だったと思うよみんなケイです。全くこの状況でどうして戦いを挑もうなんて思うんだろうね。自分と相手のどちらが強いかなんて見ただけで9割方わかることじゃないか。メガネを壊すのはやめてくれよ。定めに従い光の鉄槌をファーストクローズリバイド切り裂け今そんな行くまだまだ跳ね返す今やりますね今来ましたやめる行く跳ね返す今攻撃耐えられる逃がす跳ね返す食らえ行くカウンタータイムスクリフレクトそんな行くやらして予想よりはやるみたいケイン私としたことがセカンドクローズリバイドフライスペシャル今最後までわかりますハルイナイスミシェルクリスキアこれで行くナイスミシェル足元が折れた甘いね足元がダンサー行きます甘いね切れ行くそのクリスキア跳ね返す今最後までわかりますまだまだ僕入らせないやりますねガンバ今行きますテラスペシャル行きますテラスペシャルすまないねこいつの攻撃が悪いケイン メガネのインテリ頭脳派に戦略で負けたなんて考えてないだろうね。君の考えが浅すぎる。敗因はそれだけなんだからさ。メガネを壊すのはやめてくれ。無駄な抵抗はよせ。ファーストクローズリバイドそのくらい今次はなしリフレクト一瞬立てろ今だ行くで行くしくだらこう電撃だ生きてるか戦一瞬なかなか電撃今死ぬお前電撃今飽きてるそこだ今甘い今よっ逃がせない先行機意外だよ入られた引いて行こうリフレットなかなか狙いつけて隠すリフレット逃がせない予想演技はやるみたいこんな小石につまずくとはセカンドクローズ
リバイド。リフレクト。いくんだな。今、よく、今、引き出す。引っ掛け、燃え、こう、リフレクト。かけ、ふっ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 、こうかな。いくかなかな。跳ね返す。今、ふっ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 、ふ行くわ不全で甘いかけ今行くわ勝つのも無駄なすまないこいつに道具が悪いケイです。危ない危ない。こうした紙一重の接戦を経験するとはロジカルだけでなくフィジカルも重要な要素だと思わされるよ。また知性の低いや脳天気そうなのが現れた。なんだ、薬味か。それともインバース全体のレベルが下がったのか。あ、なーに、わかんないこと言ってるのさ、このツンツンメガネ男。まったく、さっきのへそ出し変態カマ男といい、今夜は妙なのと出くわすな。何、君はゴルドーと会ったのか。その話詳しく聞かせてくれ。どこだ、どこで会ったんだ。無事だったのか、怪我はなかったか。な、何、あんたあのへそ出し変態男のお友達なわけ。なんか気味悪いくらいに大げさな心配の仕方で軽く引くわ。へえ、いいから教えろ。あいつはゴルドはどこへ向かったんだ。知らないってのよ。あんやろ、私の顔見るなり逃げるように去って行ったんだから。けどさ、能力者が今夜どこに向かうかなんて決まりきってるんじゃないの。そうか、それはつまり彼は無事という意味で受け取っていいんだな。わかった、君の役目はおしまいだ。去っていいぞ。待てー、あんたらの事情なんて私が知ったことじゃないけどさ、あの変態男の仲間ってことはあんたもあんねん、うん、なんとかってとこの悪いやつなんでしょ。行く先々で暴れて回ってるそんな連中に好き勝手させるわけにはいかないんだ。変態男は逃がしたけど、あんたまで行かせる道理はないんだよ。わかった、僕も今夜は先を急ぐに。君を説得するわずかな時間も惜しい。この夜のもとだ、勝者の論を生とする。それで異論はないな。ゴルドーの安否を知らせてくれた礼だ。せめて楽に終わらせるとしよう。ファーストクローズ、リバイド。行くわ。いや、そっちから攻撃する。知ってる予想通り。食らわれ。シュート。さあ、食べ。食らわれ。よくやった。行くわ。よいしょ。誰？行くわ。一。跳ね返す。それで。食らわれ。今。よ。いらにやっ、インフレット今それとも行くいらにそんなことって。予想よりはやるみたい。ケイン、なかなかやるな。セカンドクローズ、リバイド。今行くそれよくやる。全然に味わうよ。行くよくやった。しつつかまえた。甘打ちって今いるよくやる。今跳ね返す。行くよくやる。切り裂け。甘いよりリフレット。
くらえ、跳ね返す、行くよ、行くよ、今、跳ね返す、行くよ、それで、はい、そっちかな、やっけ、朝と聞くとね、やっけ、リフレット、それで、それで、キープ、朝と聞くとね、くらえ、はい、こらえつけて、今、楽しまくは、つぶしに乗ってます、すまない。こいつの動きが悪くて。ケイヤ。何度も倒されても立ち上がるその根性は認めよう。極めてナンセンスだとも言わざるを得ないかね。ゴールド、いるのか？無事なのか？遅いじゃない。同じ組織の同じ幹部だってのに、こうして面と向かうのは実に久しぶりね、ケイオス。あんたってばちっとも部屋から出てこないから心配してたのよ。たまには出てきなさいって書き置きしといたの、読んでくれた？人を引きこもりみたいに扱わないでほしいね。で、ゴルドは来ているのか？無事なんだろうな。ゴルドならそこ、あんたのすぐそばで寝てるわ。なんか突然転んじゃってね、起きないのよ。もう頭にきちゃう。嫌な予感が当たったか。幸い大事には至っていないようだが、起きないなら病院でも運んでくれ、このバカ女。で、ケイヤス、ゴルドーの心配でここへ来たってこと？何？私のことを止めようって思ってるってこと？あなたほどの作詞が私を裏切るなんてことないわよな。やめてくれよ。僕が君に勝てるわけがないじゃないか。ゴルドーが心配なんだね。連れて帰らせてもらうよ。嘘嘘。自らを戒め封じた暴れ者、招かれざる客、ブラッディ・ケイアス。前にゴルドーに聞いたわよ。昔は相当暴れてた。俺も勝てたことがないって。一度もゴルドーが勝ったことないってのは彼の嘘だけどね。実を言うとね、あなたとは一度こうして戦ってみたかったのよ。だからさ、今ここで私に勝てたらゴルドーを返すってのはどう？この夜の下では当然のことだし、建設的な話だとは思わない？そうまでして僕を本気にさせたいってことか。スマートじゃないんだけど、君がそれで満足するならやり合おうか。ただしこれだけは改めて約束してくれ。1、僕が勝っても再戦には応じない。そして僕を恨むのもご法度だ。2、アムネジアのトップも君のままだ。そして3、ゴルドを必ず連れて帰らせること。以上3つ、異論は認めない。はいはい、分かったわよ。細かいのね。この状況で自分が勝つことを考えられるって時点で相当な自信かよ、あんた。ファーストクローズ。
リバイブ、リフレクト、マルデル、リバイブ、フラッシュ、もっと安全にはバレた、予想で逃げた、そのまま、踊りやすな、無駄返さま、フラッシュ、もっと安全にはバレた、予想で、そのまま、行くわ、逃げた、行くわ、許す、フラッシュ、無駄に行くわ、オフレコンで、見張れ今跳ね返す行くわ行くわ全然に味わうメンズケイ最初から本気出しなさいセカンドクローズリバイバー跳ね返す行くわ行きました行きました死なす跳ねないあるわよ逃げないと行くぞ足なさいレナさんくらしなさい行きなさい足なさい逃げた行きなさい足なさい行きなさい行きなさいこれはどうレナさん行くぞ跳ねた跳ねた跳ねなさい足なさいレナさん逃げてやるわかってそれはどうさすがケイヤス見直したわサードクローンリバイドハネナイス行くまるでガンもっとお上手にぬふざけちゃうひりちゃけ行くかん行きなさいなわかっていいわ行くわ甘いのだおひがれ行くわ屈辱ふざけちゃうみなんだどうしなさいハネナイス逃げない立て直そう本気だハネナイスいいわもっとふざけちゃうしハネナイスいいわまるでしゅんが強いわ耐えられるまるでしゅんおやれお上手逃げないでね行くブロックダウンいい勝負だったと思うよみんなケイうん、相変わらず力押しなんだな君はまばゆいというよりめまいがするよウソなんで勝てないの私の方が力は強いのに何単純にして原始的な理屈だよ司令塔の差的確な判断は何にも勝るってことさどんなに強力な能力者だろうと状況に応じた適切な判断ができないってことは目隠しして戦っているようなものだからね何よそれひょっとして私がバカだって言ってるのノーコメントだこれ以上君のプライドを刺激したくないさて約束通り、ゴルドは連れて行かせてもらうよ。こんな夜だけど、転んで気を失ったなら、ちゃんと病院へ連れて行ってくれよ。ゴルド、おい起きろ。いつまで寝てるんだ？悪いな。いつも迷惑かける。らしくないね。突然転ぶだなんて、君にしては大きなミスだ。昔の漫画じゃないんだからさ。それよりお前、あいつと戦って勝ったのか。さすが。暴君ブラッディ・ケイアスはご健在ってわけか。その恥ずかしい名前で呼ぶのはもうやめてくれよ。昔、作戦上の成り行きで一度名乗っただけの名前じゃないか。それと、自分は一度も僕に勝ったことない。とか、ヒルダを煽るような嘘はつくな。悪い悪い、そこは反省してますよ、と。で、
イルダのやつ、お前は戦ってみてどうだったんだ。そうだね、同じ組織とはいえ彼女とはほとんど会わないからね。最近のことはよくわからないけど、確かに以前よりも著しい力の上昇を感じた。それだけに大きな力に振り回されているように思った。だからこそ勝てたんだ。あのままじゃ下手をすると二の舞、彼女も虚無落ちだったと思うよ。今夜の深淵を得ることも止められたし、ベセルをうがつことにも成功した。無計画に出向いた割には僕の働きは合格点だったと言えるだろう。本来なら君が遂げるべき仕事だったんだからな。へいへい、面目も申し訳も返す言葉もございません。ヒルダのあの強大な力、間違いなくアイオンの関与と見るべきだ。しかし彼女が誰と繋がっていようと今は構う時じゃない。僕らの狙いはリヒトクライスの赤騎士だけなんだからさ。さ、おしゃべりはおしまいだ。汚い格好のままで寝てないで、シャワーでも浴びて着替えてきなよ。そして明日になったら念のため病院へ行くんだよ。さて、見ているだけの戦略ごっこもそろそろ潮時ということかな。自分で体を動かすのと痛いのはもうコリゴリなんだけど。アイオン、リヒトクライス、強大な力を振るう者たち、今度は君たちが追い詰められる番だ。特等席で見させてもらうとするよ、連なる者とその声面をね。崩されて僕らの物語は今でも生きてる。